義援官営三年うる四月十一日は、戦国時代から江戸時代にかけての新言宗の僧。父は二条、晴吉、母は伏見宮さだ厚新王女の暗い子。室町幕府十五代将軍、足利義明の勇士となり、義の一時を与えられている。永六七年に、美本院門後、義高の後継者として決定されたが、義高の旧姓によって先送りされ、 5年後に、第五次理性院の行助の元に入室した。元期2年、法恩院宮美玄を開始として特度して、行助、宮美玄に指示し、同年に大創図に任せられた。天正3年には、第五次今後林院を再考している。天正4年、第五次、第八十来座数に就任。天正7年に大創上、同13年に順三公宣下。 文禄三年には当時長者に認じられている。豊臣秀吉が朝鮮出兵を行う際、当時で二王行大法へを修している。天皇、上皇、武家の尊崇を受け、特に秀吉がたびたび第五次を訪れている。また、豊臣秀吉、秀頼親子の援助を受けて、第五次御法院を復興している。その間にも、門関、雑にふさわしい弁学や修行に励み、 死の画女から不法上を与えられたのは、天正十九年のことであった。また、義縁は、日本院の法像の充実を図るために、貴重な書籍を見つけては、何人かの手で筆写させ、それを法像に収集した。その中の、法年電記の一級資料と評される、法年承認電記は、法年に禁じした現地が書き記したと言われるものを、義縁が江戸時代初期に書写させたたものであり、 大正6年に第五次未保院の放送から発見された。ありがとうございます。